はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではウィザードリー実況の続きをやっていこうと思います。前回はですね、レミントンとね、マクミランがまあ一応レベル13になったんですけれども、まあ、レミントンはね、まあいいとしまして、マクミランがですね、ティルトウェイトの呪文をね、覚えてくれなかったんですよね。まあ、一応、まあ、マスターレベルと呼ばれるところまで成長したんですが、今現在ね、最高で、マロールしかね、覚えてないという、まあ、そういう感じになってしまったんですけれど、あと、まあ、ヒットポイントもね、まあ、ずっと低かったんですけれども、1ぐらいしかね、確か上がらなかったんですよね。で、まあ、今後なんですけれども、まあ、ちょっとね、この先マクミランを連れていくのは、まあ、ちょっと危険かなと、まあ、思いましてですね、まあ、とりあえずマクミランの冒険はね、まあ、ここまでと言いますか、まあ、一応マクミランはあのセカンドパーティーでね、まあ、今後頑張ってもらう感じにまあしたいなと、思いますね。まあ、実際のところ、まあ、ヒットポイントだけね、伸ばすんであれば、あの、ハマンとね、マロールの、あの、裏技を使えばね、まあ、いくらでも伸ばせるんですけれども、まあ、あの技もね、まあ、リセット技と、まあ、同じぐらいね、なんか、まあ、奥の手というかね、まあ、禁じ手っていう感じがするので、まあ、今までね、ずっとノーリセットでやってきましたので、まあ、あの、ハマンとマロールのね、あの、合わせ技の裏技も使わないで、まあ、マクミランはね、今後、セカンドパーティーでね、頑張ってもらうことにしましょう。で、まあ、マクミランの代わりにね、ウェブリーを、まあ、今後ね、連れていきたいんですけれども、まあ、今現在ね、ヒットポイントが67、まあ、あるんで、まあ、この時点でもね、だいぶ、まあ、マクミランよりもね、まあ、強いというか、ヒットポイント的にはね、全く問題ないので、まあ、今後はね、ウェブリーを、まあ、ファーストパーティーに入れて、まあ、やっていこうかなと、思います。まあ、今ね、まあ、まだレベルが11なんで、まあ、あと2つですね。まあ、レベル13まで、まあ、なんとかね、頑張って育ててみようかなと、思います。あとはね、まあ、ゴンゲン、マグナム、ベレッタ、レミントンと。まあ、とりあえずね、あ、そっか。グロックがね、全2になっちゃったんで、まあ、とりあえずね、この、メンバープラス、グロックでね、今後やっていこうかなと思います。じゃあパーティーを組み直しましょうか。グロックですね。さて、じゃあ合流しましょう。あ、間違えた。どうすればいいんだろう。冒険を再開ですね。これで6人いますかね。よし。で、まあ、隊列は、マグダム、ベレッタ、ゴンゲン、グロック、ウェブリー、レミントンかな。いや、やっぱりまあ、再編成というかね、まあ、編成はいつも通りにやっておきましょうか。やっぱり盗賊が一番下っていうのがね、私の基本なので、まあ、この隊列でやっていきましょうか。まあ、一回じゃあ、一応止まりましょう。ちなみにマグナムはあと25万ですね。ベレッタはあと8万。ゴンゲンがあと9万ぐらいですね。レミントンはあと28万。まあ、ちょっと遠いですね。ウェブリーはあと9万4000。まあ、約9万5000ぐらいでね、レベル12になるみたいですね。で、グロックはあと17万で、レベル14になると。まあ、そういう状況ですね。で、まあ、今回から、まあ、新パーティーというかね、新メンバーでやっていくんですが、とりあえずですね、レミントンが、まあ、今ヒットポイントが59なので、まあ、今までね、ずっとあの、コントロールセンターに、あの、レベル13になったら行くってね、言ってたんですけれど、あの、本来であればね、ティルトウェイトを覚えてから行こうと思ったんですが、まあ、
このメンバーでね、一応コントロールセンターに行って、あの、レミントンの分のね、炎の杖を、まあ、取っていきたいなと、まずは思います。まあ、本当はね、6人全員に持たせたいんですけれど、まあ、とりあえずね、今回は、レミントンの分だけ取ってきましょう。確かウェブリーはもう持ってるんですよね。そうですね。じゃあ行きましょうか。ドラゴンフライ。まあ、戦いましょうか。まあ、一応、マニフォと、ここはまあ、ラハリトぐらい、ダルトの方がいいかな。こんな感じでどうでしょう。よし。まあ、ダルト、無駄打ちになっちゃったんですけれども。まあ、いいでしょう。さて、じゃあ、とりあえずね、行ってみましょう。先制はされてないですね。まあ、とりあえず、ハイ忍者を、二人。で、ゴンゲンはとりあえず、ハイプリーストを叩いておいて、でも、ここはね、もう、マリクトを使っちゃいましょう。さらに、マカニトで、レベル7ファイターとレベル7メイジを倒すと。グロックはまあとりあえず身を守るかな。まあこれでね、やってみましょう。まあさすがにね、これだけの呪文を唱えれば相当楽だと思うんですが。一発ですね。さあ、問題のね、宝箱ですね。あ、スタナーならば大丈夫そうですね。よし。この杖ですね。あ、ちょうどレミントンが持ってるみたいなので。あとは指輪ですね。指輪はレミントンか。一番ヒットポイントが高いのは、あ、ゴンゲン、私ですね。じゃあ責任持ってね、持って帰りましょう。あ、いっぱいか。じゃあしょうがない。じゃあマグナムですね。よし、じゃあこれで一旦お城に戻りましょう。と思ったら、ボーリングビートル。まあ一応、マニフォー？それから、マダルトを撃っちゃいましょう。これで倒せるかな。よし。いや、ヒットポイントの減りが怖いな。まあ、ブルーリボンね、今、ゴンゲが持ってるので、もう手には入らないんですが。グレイブミスト。あ、呪いを解くってできるんですかね。まあ、とりあえず先制してるみたいなので。まあ、とりあえずこんな感じかな。あ、一発でいけましたね。やるな。石弓の矢。外せない。怖いな。よ。よし。で、ここも素通りになるのかな。まあ、ここもね、戦っちゃいましょう。まあ、下手に逃げていくよりも、戦った方が多分ね、早いと思うんですけれども。これでいけたかな？爆弾。よ。外せませんね。もうマスターレベルなんでね、地下4階の罠ぐらいはささっと外してもらいたいんですが。これでとりあえず帰ってきましたね。3区27。大丈夫かな？あ、一応回復しましょうか。マディ。じゃあ、分かりましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9。よし。じゃあ呪文組だけ寝かせまして、それでグロッあそっかグロックがいるからもう一回パーティーを組み直さないとダメなんですね。じゃあカラシニコフさんを呼んできましょうか。それでまあ指輪もね、一応鑑定しましょう。あとは、
炎の杖がレミントンが持ってるのかな。まあ、鑑定前なんですけれどもね、この状態でも多分一応道具として使うとマハリトになるのかな。それであと持ってるだけでマダルト対策になるというね、まあ、非常に便利なアイテムなので、うん、ここはレミントン用に渡しておきましょう。その前にまあマグナムさんはねだいぶヒットポイントが減ってるので回復しておきましょう。鑑定できるかな、大丈夫かな。あ、できましたね。やるわカラシニコフで、この杖ですね、これがまあ炎の杖になるんですが、手こずってますね。じゃあレミントンに渡しておきましょう。まあ毒消し都市の指輪はカラシニコフさんの儲けにしましょうか。だいぶこれでお金持ちになりますよね。今69万ゴールド持ってますね相当金持ちですね。じゃあカラシニコフさんには外れていただいて、また再編成ですね。グロック、それで合流しましょう。探す、よし。ヒットポイントは大丈夫ですよね。で、レミントン、ウェブリー、グロックですね。で、まあ一応もう一回寝ましょうか。あとはウェブリーですね。それで、あ、そっか、炎の杖は、もともとレミントンは装備できないんですね。なるほど。まあ、一応持ってるだけで、まあ、マダルト対策になりますので、まあ、このままね、やっていきましょう。確か、半分ぐらいになるのかな？ダメージですね。まあ、なるときとならないときがあるのかもしれないんですが、まあ、お守り代わりでね、うん、持ってましょう。じゃあ、またね、9階で、レベル上げをしましょう。まずはね、ウェブリーをハスターレベルにね、しないと始まらないですからね。お、ソードマン。久しぶりですね。もう一撃で倒せますね。かかってないと言っておりますが、一応ここはテレポーターにしておきましょう。あ、違う。F ですね。よし、じゃあ、行きましょう。戦いましょうか。ここは、マニフォと、カティノかな。ちなみに、ラカニトまで覚えてますね。で、このレベル5の呪文が3回使えるわけなんですが、マダルト打っちゃいましょうか。うん、こんな感じで。お、1ターンですね。だいぶ強くなりましたね。あ、引っかかった。褒めた途端にこれですからね。剣。鎧。88ゴールド。ラツモフィスは7回使えるみたいですね。まあ、だいぶね、楽になりましたね、冒険も。まあ、毒を恐れてね、2階をうろうろしてた頃が懐かしいんですが、ここはまあ、逃げましょう。レベル上げをしてる時はね、やっぱり、ドレイン持ちはなるべくね、戦いたくないですからね。オーガロード。まあ、一応、モンティノ&カティノかな。これでどうでしょうか。お、ハリト。呪文が効いてないのがいますね。もう一回、モンティノ&カティノかな。よし。
これで OK でしょう。一弓の矢ですよね。わっ、なんか今回やたら引っかかりますね。杖、剣、お50ぐらい減りましたね。危ないな。マディ、ディアルマでいいかな。まあ、とりあえずこんなもんで大丈夫でしょう。いや、大丈夫じゃないな。呪文が飛んでくる可能性がありますからね。まあ、とりあえず80ぐらいまで回復しておけば OK でしょう。まあ、ウェブリー用にね、なんか窒息の指輪とかね、出てもらいたいんですが。レベル7メイジを優先的に倒しましょうか。モンティノと、ここはもうマカニと打っちゃいましょう。これでいけるかな。よし。ふぅ。かかってない。今日なんかね、グロックの調子悪いですからね。かかってない。まあ、カルフォもかかってないと言っておりますが、かかってない。なんか日によってやっぱり調子がいい日と調子が悪い日とかね、ある感じがするんですよね。まあ、完全にオカルトなんですけれども、お、グロックが悪人に戻りましたね。一応マニフォ、それからラハリと打ちましょうか。ん、あんまり固まんないですね。あ、ラハリトじゃ無理か。ま、あとは普通に戦っちゃいましょう。あ、毒りましたね。ここはマディで直しちゃいましょうか。よし。スタナーですね。あー、なんか今日はやたら罠に引っかかりますね。剣と杖、どうしちゃったんでしょうか。グロックは、ちなみに素早さ18、運の強さ18ですもんね。だいぶね、優秀な盗賊なんですが、ちょっと今日は風邪ひいてるのかな。ヒットポイントは大丈夫です。まあ、レミントンがちょっと減ってますが、まあ大丈夫でしょう。ん？また同じような敵ですね。ここは、ワイバーンを3人で叩いて、モンティノ&カティノでいけるんじゃないでしょうかね。うん、眠りましたね。まあ、毒ならば、OK でしょう。まあ一応ラツモフィス、まあこんなもんかな。よし。爆弾、うん、怖いな。大丈夫かな。このクラスのね、爆弾は結構強力ですからね。今日ダメみたいですね、グロック。おお、生きてる。危ないですね。どうしちゃったんでしょうか、グロックは。まあ、こういう日もあるんですけどね、本当に。こればっかりはもう、なんて言うんでしょうかね、もう、ウィズシンの気まぐれとしかね、思えないんですよね。あとは、まあ、グロックですよね。やっぱり、今日はなんか、グロックの調子が悪いみたいです。あ、しかもなんかワンダリングモンスター。まあ、戦いましょう。そうですね。まあ、とりあえず、ロルトとか、マダルトとかを打って一回帰りましょうか。結構ね、ファイヤージャイアントって呪文効くんですよね。ずっとなんかね、全く効かないもんだと思ってたんですが、意外に効きますよね。
権限が減ってますね。あ、リアルマがまだありますね。よし、ま、とりあえずこれで一回帰りましょうと思ったのですが、ん？回復しないぞ。よし、じゃあ帰りましょう。よし。これでどのくらい稼いだんでしょうかね。あんまり稼いでないか。1万弱ぐらい？そんなに稼いでないのかな？まあ、いっか。では、まあ、一応、鑑定しちゃいましょうか。剣がね、結構出ましたよね。そろそろなんかね、貸しの跡とか、出てほしいなぁなんてね、思ってるんですが。あとはグロックの剣かな。あ、いっぱい。じゃあウェブリーに渡しましょう。で、グロックに外れてもらえば、OK かな。さて、じゃあとりあえずね、第1回目の鑑定をしちゃいましょう。あ、マフナーもう持ってなかった。ん？誰が持ってるんだ？レミントンと、ウェブリーか。あ、これで満タンですね。さて、なんかいい剣出ますか？という感じなんですけれども。手こずってますね。良い探検。いらない。粉砕のメイスも、まあいらないですね。あ、極上。極上はまあ3人来てるんでね。まあいいでしょう。あ、ゴンゲンが悪の鎖片びらか。剣。頼む。なんか、素晴らしい剣が来てほしいんですが。どうでしょう。ああ、良い探検か。3本出ましたね、良い探検が。この杖は？ん？あ、炎の杖出ましたね。まあ、取ってきた矢先なんですけれどもね、出ちゃいましたね。じゃあ、とりあえず前衛にも炎の杖持たせておきましょうかね。まあ、得てしてね、こういうもんですよね。せっかくね、苦労してコントロールセンターに行ったんですが、あっさり出ちゃいましたね。まあ、全部売っちゃいましょう。それでは、カラシニコフさんとはお別れしまして、今23分か。もうちょいやりましょうかね。あと、レベルは、近く上がりそうな人たちは、ベレッタとゴンゲンですよね。まあ、約あと8万ぐらいか。まあ、さすがに今回じゃ上がらないですよね。じゃあ行きましょう、9回。ラツマピックですね。10回はやっぱりね、怖いですよね。まあ、ウェブリーがまだ11なんで、さすがにいけないかな。まあ、やっぱりティルトウェイトとマロールがね、複数使えるようにならないと、なかなか10階に降りる決心はつかないですね。まあ、1階か2階ぐらいならばね、まあなんとかなるとは思うんですけれども、連戦となるとね、やっぱりきついですからね。モンティノカティノでいけるかな。封じ込めてますよね。あ、こっちが唱えたんですが寝なかったと。まあ、マハリトとかね、ラハリトとか、まあ、炎系の呪文には、
全然ね、あの耐性がないんですが、マダルとダルトにね、まあ、かなり今耐性ができているので、まあ、これでね少しは戦えるでしょう。ゴーゴン、キメラ、とりあえずゴーゴンを2人で、キメラに呪文をかけましょうか。リトカン、とりあえずマニフォかなマニフォとマダルトを打ちましょう。マダルトを早く打ってもらいたいんですが、6回ヒットで23か、結構攻撃力も高いですね。とりあえず減らしてますよね。よし、あ、生き残ってる。やりますね。あ、これで OK でしょう。ふう、ガス爆弾か。今日グロックの調子悪いんでね、ちょっと怖いんですが、外してくださいよ。鎧杖、お金、若干減っておりますので、まあ一応6人にディオスをかけてで戦いましょうか。権限がちょっと足りないかな。よし、まあ全開ではないんですが、まあ大丈夫でしょうよ。誰だ、ん、ライフスティーラーはやめましょうまあドレイン食らってもね、まあその分レベルが上がりやすくなるというかね、まあヒットポイントが伸びる可能性がねあるので、まあ食らっても、まあ体勢に影響がないといえば影響はないんですけどね、まあその分クリアまでにね時間がかかるという最大のデメリットがあるんで、まあできればね逃げたいんですけれども。ん？全員封じてますよね。大丈夫ですよね。よし、まああとは普通に殴りましょうか。テレポーターはやめましょう。ちなみに炎の杖はマグナムとレミントンとウェブリーですよね。あと3本か。まあ、とりあえずウェブリーのレベルをね上げることを今は考えましょうか。ここはもうマカニトをズバッとね打っちゃいましょう。よし、強い、かかってない、怪しいな今日のグロックはかなり具合が悪いので、よし、剣、お、ワンダリングモンスター、レッサーデーモンか。多分レベル8忍者ついてきますよねこれね。あ、ついてこない珍しい、単体だ。単体とはいえ、ここはじゃあダルト効かないかな。ああ、呪文が飛んできましたね。ちょっとモンティノが効かなかったのが痛いかな。そうですね、じゃあとりあえず一回回復をしてもう一戦したらもう帰りましょうか。ディアルマ、それからディアルかな。あとはディオスでちょこちょこ回復しましょう。あと1回か、まあ、とりあえずウェブリーかな。よし、じゃあとりあえずこれで戦ったら帰りましょう。誰でしょう。お、レベル8ファイターが5人もいますね。これはちょっと危険な香りがしますね。一気にマリクト使っちゃいましょうか。マリクト&マダルトかな。完全にオーバーキルなんですが。あ、そうでもないですね。レベル8ファイター結構体力高いですね。
よし、マリクとマダルトでようやく倒せるレベルと。なかなか強い。メイジブラスター大丈夫かな。外せない。頑張れ。よ、外せませんね。うん、手こずってますね。担当、お金。まあ、とりあえず帰りましょう。もう回復もあんまり残ってないですからね。まあ、マディで全開しちゃって。あ、そうでもないか。まだ結構残ってましたね。結構残ってますね。もう一回戦いましょうか、じゃあ。もう一回やりましょう。なんて言ってるとね、結構強いのが出ちゃうんですが。どうでしょう。ん？強いですね。やばい。逃げればよかった。ここは、戦いましょう。とりあえず、キメラの体力を減らすことを考えつつ、モンティノで、アーチメイジの呪文かな。まあ、せっかくね、マダルト対策もしてありますので、ここはじゃあ、ダルトを、キメラ。で、アイテムは使えない。よし、じゃあこれで戦いましょう。針とか、安いな。お、みんな寝ちゃってます、これ。ちょっと、予想外の出来事が起こってるのですが、とりあえず呪文は封じましたが、炎が痛い。炎が痛いです。逃げればよかったと、今更ながらに思ってるんですが、あとの祭りですね。攻撃呪文。攻撃呪文。あった。リトカン。もうこれしかないな。全然効かないな。やばいぞ、これは。大丈夫です？とりあえず、まあ、かなりね、体力は減らしてあるんで、ブレスのダメージは大したことないんですが。戦士が2人起きたので、じゃあもう一発リトカンかな。もうこれしかないですね。よし、あとはおじいちゃんだけなんでね、大丈夫でしょう。アーチメイジ、まあとはいえ、そうですね、回復がないのか。まあ、とりあえず殴って倒しましょう。これで全員起きたかな。いや、危なかったですね。しかもテレポーター。これは開けたいんですが、今回はやめましょう。多分大変なことになると思います。さあ、回復をして帰りましょう。あとはまあ、リアルで直す以外はないんですが、切れちゃいましたね。あ、ディアルじゃない。ディオスですね。ん？あれ？あ、そっか、ディアルマがないんですね。で、ディアルがあと一発と。よしよし。よしよしじゃないですね。いや、怖いな。帰れる？帰れます？大丈夫です？よし。この方向転換もね、何気に怖いんですよね。とりあえずガーッと寝ていただいて、ウェブリーはあと7万ですね。今回でじゃあ2万ぐらいは稼いだんでしょうかね。だいぶ時間が押しておりますが、とりあえず回復をしちゃいましょう。結構レミントン危なかったですね。それから、まあウェブリーはね、まあ、ヒットポイントが高いので、まあ、なんとかね、生き残っておりますが、これマクミランだったら完全にアウトでしたからね。うん、やっぱり今後はこのパーティーでやっていきましょう。あとは、まあ、鑑定ですけれども、
法持ってるのかな、そうでもないのかな。あとはグロックだけですね。じゃあとりあえずまあ権限に外れてもらってこれでいっか。誰が持ってるんでしたっけ、ウェブリーから。ローブ、炎の杖、鉄の杖、あ、そっか、これだけですもんね、装備品ね。あ、指輪がないんですね、そういえばね。なるほど、ウェブリー用にね、なんか指輪とかね、今後欲しいですね。窒息の指輪とか、うん、欲しいですね。あ、やめるメイスが出ましたね。意外にレアな、やめるメイス。幻滅。幻滅ですか。この鎧はなんだ、腐った革鎧かな。なんなんだこれは。なんか手こずってますね。まあ、カラシニコさんレベル1ですからね。なかなか手がかりがないみたいですね。あ、銅鎧。あ、早技の担当なんて出ましたね。確か早技の担当って、AC が上がっちゃうんですよね。今、ん？あれ？グロックは装備できないのかな？早技の担当？あれ？まあ一応じゃあ、マグナムに持たせてみますか。今 AC がマイナス5なんですけれど、あれ装備できないな。ん？あれ早技の担当って、無駄ですよね。あれこれって誰が装備できるんでしたっけ。ウェブリーかな。ウェブリー装備できます。あ、できますね。今 AC が9なんですけれど、確か AC が上がっちゃったような気がするんですよね。そうですよね、12になっちゃうんですよね。12になっちゃうというか、まあ AC がね上がっちゃうんですけれども、まあそれなりに多分ね攻撃力はあると思うんですけどね。まあ意味がないので売っちゃいましょう。うん、売っちゃいましょう。何なんでしょうかね、早技の担当っていうのは。別に呪いのアイテムでもないですもんね。で、買うと3万ゴールドするんですよね。不思議な武器ですね。特にスペシャルパワーとかもないと思うんでね。うん、まあ売っちゃいましょう。よし、じゃあとりあえずパーティーを解散しまして、まあ、とりあえずね、今回はこの辺で終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは権現でした。